こんにちは、ライムです。前回ポケマス初めて見ました動画やったけど、はい、リセマラしました。あのとリセマラしてカリン当てましたよ。この方ね、はい、私のブラッキーをはじめとした悪タイプのポケモンたち、素敵だわ。鋭く凛とした目つきで美しく勇ましい素敵なポケモンよ。見た目だけじゃなくポケモン勝負でも素晴らしい戦いをしてくれるわ。騙し打ち、イカ様、イチャモン、やられる方はたまらないでしょうね。でも私は相手の裏をかく悪タイプの戦い方が大好きなのよ。はい、このカリン&ヘルガーがね、ちょっとまあ使ってみたんだけど、まあ強い、まあめっちゃ強いね、この子。これあれかな、操作がねまだおぼついてないんだけど、あ、これか、ステータスこんな感じで、でこれすでにステータス、全ステータスとかは、図鑑からもね、最大ステータス見れたりするんですけど、カリン&ヘルガーはね、全ポケ中最高クラスのステータスになってます。で、覚える技がね、最初噛みつくと、クリティカルヒット。これ、急所率がぐーんと上がるってやつなんだけど、これバフだよね、要は。クリティカルバフつけられて、あとね、バークアウト。これがですね、全体攻撃になってて、で、一定確率で相手の特攻を下げるっていう効果で、まあ、全体攻撃なんでそこまで威力は高くはないんだけど、めちゃめちゃ使いやすい。普通に単体攻撃使ってるよりは全体攻撃でね、このゲーム3対3のバトルなので基本的に。かなり使いやすいですね。で、特攻下げるんで、ダメージも、火ダメも減るっていうところで、で、悪タイプっていうのもあって、まあ使いやすいですね。めちゃくちゃ強い、これ。まあ、もう今のところ本当に、カリン、アンドヘルガーゲーになってる。あとメイかな、メイが強いなって思った。メイ強いですね。これ最初にもらえたキャラですけど、なんかね、これスペシャルアップ G、 これ味方バディーズ全員の特攻をグーンと上げるってところで、ヘルガーと相性がいい。ヘルガーが基本特攻タイプなの、ポケモンなので特殊タイプか、特殊タイプのアタッカーなので、これ使うことによってすごいね、相性が良くて。で、あともう一個技を覚えさせたんだけど、これ元気目いっぱいってやつ、味方バディーズ全員の技ゲージ3増やす。これシンプルだけどクソ強いね。戦闘がすごい早いおかげで。だからメイと、カリンはね、これはもうほぼ必須枠だと思う、僕の今のこの手持ちだと。霞の枠はね、正直別にもう何でもいいんだけど、もうこの2人で戦闘進んでる感じなんで、まあ、マジで強いですね。はい、リセマラだととりあえずカリン以外の星5は当たんなかったんだけど、年寄りでも若い者の5人分は働くぞ。十分だね。てかキャラ変えた時喋るんだね。何でもいいんだけどさ、とりあえずなんとなく女子ってことで霞を入れてるだけです。いいわ、一緒に行きましょう。一応霞もね、バフ持ってるんで、これが特防か、特防バフ。このゲーム結構バフ重要なんだなと思った。なんでバフができるキャラとりあえず入れてる感じですけど。で、技習得どうするかっていうと、ここね、なんかこれなんか専用アイテム使うと覚えるみたいです。特訓マシーン、そう、この辺のね、まあ、ドロップとかするんだけど、この辺を使ってやると覚えます。これなんだ、回避率アップかな、川島来るわ。なんでこの辺を駆使して、まあ、進めていくような感じですよね。とりあえず試しに使いに行きましょうか。今ねちょっと2章進めちゃったんですけど、最初から2章やっていきましょうか。そしたら前回純を探しに行こうと、浜辺に純を探しに行こうってところで終わったと思うんですけど、ナイムさん、純さん、この浜辺にいるって聞いてます。早速会いに行きましょう、ね、その前に聞きたいんだけど、ジュンってどんな人なの？そうですね、すごくまっすぐで純粋で気持ちのいいトレーナーさんです、あのまっすぐさ、ひたむきさ、私も見習いたいくらいです。あんまりポケモンでさ、ものすごくこうねじ曲がったタイプの人っていない気がする。それにポケモントレーナーとしての実力も頼りになりますよ。何せシロナさんもジュンさんを褒めてたくらいですから。すごいじゃない。そうなんだ、会うのがとても楽しみね。よし、早速行きましょう。ストーリーパートなんで何もないんだけどね。ここでバトルかな。
なんだか背中に視線が、まさか。邪魔なガキたちってのはおめえらだな。って、あー、なかなかナイスなポケモン連れてるじゃねえか。おめえら倒してポケモンいただく。てめえらやっちまえ。基本この敵の何ブレイク弾、ブレイク弾に関してはただ普通のモブキャラクター、汎用キャラクターにただ仮面つけただけっていう感じなんだよね。あ、でこれ最初にバフだね。最初にバフを貼って、バフを貼ってから、あ、一撃で倒しちゃった。でバフをアップしてからのワークアウト、これもう序盤これやってるだけで勝てるでしょっていう。もう少し楽しませてほしいものね。わ、強いよね。まあさすが星5キャラだけはあるって感じ。メイもなんだかんだ星5キャラだしね。縮小覚えてろ。あれはマジで強い。まあちょっとレベルが上がっちゃってるっていうのもあるけど、仮面の男、隠れ家に人が、表の見張りは何をしていたのでしょうか。見たところ良いポケモンをお持ちのようですね。君たちが愛情たっぷりに育てたポケモンを私たちが頂戴しますよ。これ全部基本の名前がこれ仮面つけてると全部仮面の男になっちゃうからさ、もうちょっと一工夫欲しいよね。仮面をつけた研究員とかさ。ただバフは回数制限があるからって、そこがちょっとあれだよね。使いどころはあれだけど、まあこれ戦闘2回しかないんで、いきなり使っちゃって大丈夫だと思うんだけど、元気目いっぱい使うと、あ、倒しちゃった倒しちゃった。もう少し楽しませてほしいものね。まあボスだともうちょい歯ごたえがあるんで、さすがに雑魚トレーナーだとこんなもんだよね。うげー強い。ここはひとまず退却です。君たちに勝てるポケモンを奪って出直すとしましょう。動きがキモいな。右手の動きが超キモい。喜びもひとしおね。やったー、また強くなれた。やった、ポケモンに感謝しないとね。うん、バフがねマジで強いね。特攻バフともうクリティカルバフが自分でもう揃っちゃってるんで、次がせっかちな少年かな。さっきの仮面のトレーナーって何だったのかしら。噂は聞いてます。仮面をつけたトレーナーがポケモンを奪いに襲いに来るって。ひどい連中ね。次に会ったらただじゃおかないんだから。待てってんだよお前たち。ブレイク弾だろ。そうだろ、しらばっくれたら罰金だぞ。ブレイク弾何のことです。で、ジュンさん、え、あの子がジュン。でもなんかすごく怒ってない。ちょっとジュンさん、私です、メイですよ。行くぞ坊ちゃま、俺たちの力見せてやる。アワはダメです。こっちの話を聞こえてないみたいですよ。行くわよ。こうなったらライム、私たちで相手するわよ。とりあえずポケモンで黙らせるっていうね、なかなかシンプルでいいと思います。今バトル速度すれば2にしてます。とりあえず高速だと何が何だか分かんなくなっちゃうと思うんで、まあバフ貼るよね、クリティカルヒットやるよね、でバークアウトするよね。これ最大ゲージ4なのかな、進んだら増えたりするのかな。ゲージ4って地味にちょっと少ない気がする。最大ゲージが決めて。こっちゃんはもうすごいバフ積んでるね。決めて。決めて。なんだってんだよ。いやー弱い弱い。少し楽しませてほしいものね。こっちが強すぎるとも言えるけど。いきなり四天王連れてるもんね。それは強いか。それは強いか。
なんだってんだよ、ブレイクダウンに負けちまったよ。ちょっとジュンさん、ちゃんと私を見て話を聞いてくださいよ。え、あれお前メイ、もしかしてブレイクダウンじゃなかった？はあ、やっと気づいてくれたんですね、びっくりしたじゃないですか。あ勘違いしてごめんな。でもブレイクダウンに負けてよかったぜ。負けなくてよかったぜか、ね、あ、メイも知ってるだろ、へんてこな仮面をつけた怪しいやつら。はい、さっき絡まれました。本当に困った人たちですよね。どうして悪いことするんだろう。メイたちもバディのポケモン狙われたのか。ほんと迷惑なやつらだな。ねえ、そうだ、お前たちなんでここに。ブレイクダウン退治に来たのか。はい、あ、そうでした、ジュンさんにお話があったんです。ナイムさん、改めてこちらジュンさんです。新大地方の有名トレーナーで、ちょっとせっかちですが、でもすごく頼れる人なんです。あの、実は私たち今 WPM でチームを組んでくれるバディーズさんを探してるんです。このライムさんのチームに入ってもらえませんか。え、 WPM 出たかったんだよ。でもブレイクダウンのこともあるしな。ブレイクダウンの溜まり場はこの近くにあるらしいんだ。くぅ、どうする俺。むむむ、どうしましょうライムさん。これさ、選択肢ないよね、実質ないよね。ジュンを手伝おうと、一緒にやっつけよう、一緒じゃん。言い方の問題じゃんこれ、うん、そうですね、ジュンさん、私たちもブレイクダウンやっつけに行きます。ありがとな。ほんとか、じゃあお前たちのチームに入るぜ。この近くの洞窟がブレイクダウンのたまり場らしいんだ。よっしゃ、どっちが先に着くか勝負。はい、続いて洞窟のブレイクダウン2。準備はいいか。我が上腕二頭筋、水に浮くのを諦め手に入れたこの筋肉が相手だ。諦めんだよ、泳げよ。仮面の男が勝負を仕掛けてきた。この湧いてくる人たちはどこから来たんだろうな、まあ、あくまであの目に見えるのが一人っていうだけなのかな。これ演出の都合上かな、これゲームのシステムの都合上かな。いや強えな、本当に強い。強い、サクサクすぎる。筋肉で解決できないこともあるのか。まあお前の筋肉じゃない、ポケモンが強くないと。お、バッドガール。あー、なんだよマジで、あれ目合っちゃったじゃん、めんどくせえな。この先行きたいの？どうぞどうぞ。と言いたいところだけど、私の役目は果たさねえとな。ほら、さっさとポケモンよこしな。いや、これバッドですね。これバッドガールですよ。これがいわゆる騙し討ちってやつだ。この水着のギャルとかどこから連れてきたのだろうか。あれ使いたいんだよね、バディーズ技見せたいんだけど、食らうほど敵が強くないんだよな。もうマイパッド。もう少し楽しませ。はい、やれるだけやったし、私の役目はここまで。まあそろそろ多分ね、ちょっとボスっぽいとこ行くと思うんで、ポケモンに感謝しないとね。クリア報酬が確定でなんか落としてくれるっていうのは、これ何回やってもドロップするんで、これはいいかなと思うんですけど。洞窟での出会い、おい、見つけたぞブレイクダウン。お、新キャラ、ちょっとジュンさん待ってください。その方仮面をつけてません、ブレイクダウンじゃないのかも。え、ごめんなさい。なんだってんだよ、また勘違いしてごめんな。いや平気だよ、自分はキリア、ポケモントレーナーとして許せない敵ブレイクダウンを倒すためにここに来たんだ。俺もブレイクダウンやっつけに来たんだ。奴らのたまり場なんだろうここ。ああそうさ、油断するなよ、どこから襲いかかってくるか。もういた。おう、獲物がノコノコと、これ前あったやつだな、やってきたか、無鉄砲な連中だな。少々痛い目に合わせてやろう。よっしゃ、あ出た、やっつけるぜライム。
このカエルなんか進化してるね。名前なんだっけ？ガマゲロゲ。ギャル連れてやがる。クソ。ギャル二人連れてやがるぜ。さあ、始めましょうか。あ、と思ったら男もいる。むさ苦しいおっさんたちがいる。こいつならあれかもしれない、使えるかもな。技、バディーズ技を見せたい。単体、あえての単体攻撃でいくか。ちょっと周りからやっつけたいね。周りからやっつけたい。しかしバークアウト使わないだけでこんなにやっぱり時間かかるんだな。すごい時間かかる。やっぱバークアウト強いな。先ほどのサクサク感が一気になくなったじゃないですか。これゲージ溜まるまで待たないといけないんで、ここがちょっとあれだよね。まあ仕方ないんだけど。あ、使ってみよう。バディーズ技のヘルガーで届くさせてみよう。そういうの素敵よ。そう、メガ進化するんですよね、ヘルガーの。これね、メガ進化した後ダメージ強すぎるの、一撃で倒しちゃうんで、この後どうなのか分かんないんだけど、多分ね、ステータス強化されるんじゃないかなって思う、ヘルガーの。メガ進化すると。おそらくね。で、なんかね、技？覚えてない技も、なんかメガヘルガーになると、習得、使えるようになるっぽい。どうやら。一瞬だけチラッと見えるんだけど。うん。まあ、そんな感じなので、強敵が出てきたらね、まあ、さらにそのメガヘルガーが強いんじゃないかなって思うんだけど。はい。まあ、とにかくメガヘルガーめっちゃ強いと思う。カリアンドヘルガー。ありがとう、助かって。お前たちが戦ってくれたおかげで奴ら手早く片付けられた。いいって、俺もライムも最初からそのつもりで来たわけだし。オッケー。けどここのブレイクダウンを倒したからもう安心だな。次は WPM に向けて頑張らないと。お前たち WPM に参加するチームなのか。はい。そうなんです。キリアさんも WPM に興味があるんですか。そうだ。なあなあ、キリアも一緒にやろうぜ。お前いいやつだからな。判断が早い。いや、遠慮しておくよ。自分は自分だけのチームを作って WPM に出ようと思ってるんだ。え？なんだってんだよ。お前、ノリ悪すぎだろ。でもしょうがない。いやいやいや。え？別にさ、俺ノリ悪いとかじゃないと思うんだけど、仲間を探しているのは火山地帯に行ってみるといいかも。ポケモントレーナーたちがそこで修行を積んでいるとか。行くぞ。本当か？いいこと聞いたぜ。ライム行くぞ。遅れたら罰金な。なんか、もう、その場でなんか、お、確認。ショップメニュー道具交換から技ゲージプラスが交換可能になりました。技ゲージの最大値を増やすことができます。これ必須でしょ。技ゲージプラス1ってさ、このゲームにおいてめちゃくちゃ重要な。お、なんか来た。おい、そこのお前、悪趣味な帽子で俺様の前をうろつくとはいい度胸だな。こっちのせい。なんだ君は。ライヤー。帽子ってライムのことか。何なんだ、突然突っかかってきて。ふん、冴えないやつだな。俺様が支配するパシオには似つかわしくない存在よ。パシオ支配どっち。パシオ、ところで誰にしようか。ん、驚いたぞ。まさか俺様を知らぬ者がいたとは。我が名はライヤー。この美しき人工島パシオの創造主にして、ワールドポケモンマスターズの主催者。そうなんだ。そしていずれワールドポケモンマスターズの王者となるトレーナーだ。この偉大なるな、よくよく記憶に刻みつけておくがいい。あー、はーい。ちなみにアーシはチェッタ、よろしくね。ドリバルだ。若に不敬を働く者は我ら二人が決して許さぬ。まあ貴様のようなド素人には関係のない話だと思うがな。そうなんだね。突然わけのわからない難癖をつけてきて嫌なやつだな。気にするなよライム。君たちの勇猛な
バディーズなのは俺が保証する。よし、まずは WPM の出場を目指して次の目的地に向かおう。ミッション、ミッションはポリゴン砲のミッションから挑戦できます。これゲームにログインしよう。ああ、なるほど。まあよくソシャゲでよくやるやつ、よくあるやつだね。強く特訓マシン、賢いな。この強化マニュアルってやつが経験値アイテムっぽいです。チームの強さを上げよう。まあ最初なんでめっちゃもらえますね。これ指定のエリアをクリアしよう。レイディーもあるんだ。道具を交換しよう。道具交換ってここだよね確か。いらっしゃいませ。さっきのゲージプラス1、ゲージプラス1はこれか。これなんだ、コインか。コインで交換できるのか。ない、お金がないぞ。お金ってどうやって入手するんだろうこれ。お金の入手方法が謎。まあ進めていけば勝手に溜まっていくとは思うんだけど。すごい特訓マシン。ああ、4つ目の技はこれで交換して覚える感じなのかな。なるほどね。かなり重要なところだね、ここ道具交換って。なるほど。はい、まあ、そんなわけでヘルガー使ってみましたけど、まあ、リセマラするならやっぱ星5キャラ、まあ、前回の動画の最後で言った通りね、キャラ自体も少ないんで、星5キャラだったら、今だったらあれかな、フヨウとか、フヨウのサマヨールだったりとか、あとなんだっけ、ルガルガンとかが強いという話は聞きますけど、うん、まああとカリンは先ほど見てもらった通りですね。まあ本当だったら本当好きなポケモン、カリンのように好きなポケモンで戦うのが一番いいとは思うんだけど、まあ性能重視の方もねもちろんいるでしょうから、そういう方はうん、星5キャラ取り、とにかくね狙ってガチャとか回していくといいんじゃないですかね。星5確定もあるんで、はい、もうねセールスランキングももうトップになってるみたいだしね、ポケモンすごいよね。そう、ライチ&ルガルガンが結構強いらしいですね。どうもこのキャラ、僕最近のキャラ分かんないんであれですけど、ポケモンサンムーンに出てきたキャラなのかな。うん、まあ、そんなわけで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。次回はこの続きからかは分かんないけど、はい、まあいずれね、高難度クエストとかの、攻略動画等もやっていきたいですね。無課金、星さんとかのさキャラ縛りでちょっと高難度とかやってみたいよね。多分全然戦えるとは思うんだけどね。あのレアリティも上げられるみたいなんだ、星さんとかでも。はい、そんなわけで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。